はいどうも、キャッチミーの高雪です。というわけで今日も始まりました。暇を言うコイン使ったフットボールラジオということでやっていきたいと思います。まあまずは新年明けましておめでとうございますということで、まあ2022年になりまして、J リーグのね、22年シーズンも残り1ヶ月半ほどでスタートするということで、先は長いんですけれども、移籍情報、この年末ですらね、動いていたということで、そこら辺ね、また移籍についていろいろと話していけたらなと思っております。じゃあまずは、京都サンガ FC の移籍について話していきたいなと思うんですけれども、京都サンガはここの年末でもね、きっちりと動きがありましたよね。まあ前回の動画でね、話しているところとかは、ほぼほぼ話さないんですけれども、まあやっぱり契約満了となってた選手がね、移籍先が見つかっていくっていうのは素晴らしいことやと思ってて、まあまず契約満了やった選手、出ていく選手とかについて話していくんですけれども、契約満了やったリータ・ダナリ選手がアルベックス新潟シンガポールに移籍が決定ということで、まあこれね、意外とびっくりした移籍やったよね。個人的には他の J2 のチームとか J3 のチームとかでいろいろオファーがあって、でそっちに行くんかなと思ったらまさかのシンガポール。ただまあ日本のねアルビレックス新潟が経営しているクラブっていうこともあって、まあリータ・ダナリ選手をよく分かっているっていうところ、プレイスタイルとかも分かってるやろうし、まあ日本代表とかの経験もあって、リーグ優勝の経験もあってっていうところで、アルビレックス新潟シンガポールを一つ高みに上げようっていう気持ちが分かる移籍なんじゃないかなと思ったし、 FC 琉球に今シーズン期限付き移籍していた中川和樹選手が FC 今治に移籍が決定。まあ今治といえば前回の動画で話した富田選手がね今治に行ったということで、まあ、サンガから2人目っていう感じで今シーズンは移籍しているよね。去年のシーズンに島村選手が今治に行ってるはずなんで、富田選手は多分顔見知りやと思うし、中川選手もこれでね、富田選手も入って島村選手もいてってなると、まあサポーターからすると元サンガの選手が3人もいるやんっていう感じで、ちょっと注目するチームにはなるんじゃないかなと思います。で、次出ていく選手が、今シーズン期限付き移籍でね、入ってきてた福島選手が浦和レッズに変えるっていう感じかな。ただ満了って書いてあったんで、浦和レッズでも。浦和にも残らへんってなってくると、どこのチームに行くのかっていうところ、そこら辺はちょっと見つかったらいいなっていう気持ちでいっぱいかなと思います。で、さらに出ていく選手が、フォワード、野田龍之介選手が FC 琉球に完全移籍。まあ、琉球はね、中野克也選手も行くということで、まあ、中野選手の移籍はね、口頭では話してなかったんけれども、編集中にね、移籍の情報が出てたんで、軽く動画内では紹介したっていう感じやってんけれども、中野選手と野田選手、二人が FC 琉球ということで、まあ、サイドからの突破を見せてくれる中野選手、そして真ん中でね、きっちりとポストプレイをしたり、破壊力のあるシュートを打てる野田選手、ここら辺の活躍、正直見たいし、今シーズンのサンガでは出場機会がなかったけれども、J2 でやれるっていうところを見せてほしいなと思いますね。で、さらに、ここがね、出ていく選手の中で結構、悲しかったっていうか驚きやった移籍が、セレッソ大阪にゴールキーパーの清水圭介選手が移籍。まあ約5年間京都サンガにいてくれて、まあ守護神としてね、長い間君臨してくれてたし、今シーズンもね、シーズン終盤戦は若原選手が怪我した後やったけれども、チームのねゴールを守ってくれて昇格に貢献してくれたっていうところ、来シーズンって言ったらいいんかな、もう今シーズンにはなるんやけれども、今シーズンも絶対いてくれる存在なんじゃないかなと思っていたんで、ここは驚きの移籍やったし、セレッソ大阪でねキム・ジンヒョン選手っていう高い壁っていうか厚い壁があるとは思うんやけれども、出場機会を奪っていってほしいなっていう気持ちですね。まあこの辺が出ていった移籍の情報やったかな。入ってきた選手っていうところは、で入ってきた選手なんですけれども、まずベガルタ仙台からアピア・タビア・ヒサシ選手、まあディフェンダーのねセンターバックの選手なんですけれども、流通経済大学からベガルタ仙台に移籍して、今シーズンから京都サンガに来るっていうことになりましたね。なので本当にまた張監督のね教え子っていうところ、まあ、流通経済大学時代の教え子が早くも京都サンガにやってきたっていうところ、すごく驚きやし、191センチっていうね、かなり高い身長っていうところも武器やと思うし、言うて昨シーズンもベガルダで29試合出てるっていうところ、すごく魅力的な選手やなと思うので、ここ取れたのは良かったかなと思います。かなりディフェンダーの層が厚くなってきた印象があるよね。
で、清水選手のね、移籍が発表された日と同時に、ゴールキーパーの獲得も出てきたんですけれども、徳島ボルティスから上福本選手、ザスパクサツ群馬から松原選手の獲得が決定ということで、まあゴールキーパーここで2人取ってきたかっていう感じで、まあ若原選手は長期離脱の怪我してるっていうところがあって、開幕間に合うかわからへんっていう中で、徳島ボルティスで正ゴールキーパーをやっていた上福本選手、そしてザスパクサツ群馬から松原選手で、一応ね、サンガにまだ残ってくれているゴールキーパーの太田選手、今4人が入ってるんですけれども、まあ冬の移籍の序盤でニュージーランド代表のね、マイケル・ウード選手を取るんじゃないかっていうニュースが出てたんですけれども、多分コロナ禍の移籍でちょっと厳しいんじゃないかっていう中で、この2人の選手を取ってきたっていう感じにはなるんかなと思っております。ただウード選手取れるんやったら取ってほしいし、ゴールキーパー5人になるんはちょっと多いとは思うんやけれども、競争力が高まるっていうところで取れたら取るんじゃないかなと俺は予想しています。で、まあ契約更新の選手とかもね、結構いるんですけれども、ここはやっぱ良かったなっていうか嬉しいなっていう更新が多かったね。そんなにね、めちゃくちゃちゃんと話すってわけじゃないんやけれども、イスマイラ選手がまず契約更新をして、で松田天馬選手、武田翔平選手で、本田選手、飯田選手で、明けましておめでとうございますの1月1日に宮吉選手、ここの契約更新が発表されたっていうところ、まあフォワードのところね、厚みをかけてきたっていう感じもあるし、宮吉選手とかイスマイラ選手とか、ここら辺の既存の選手もきっちりとね、来シーズンも頑張ってくださいっていう感じでね、更新してくれたっていうのは、サンガ側も良かったかなと思いますね。で、飯田選手と本田選手っていうね、まあ、センターバックもできる、サイドバックもできる選手っていうところ。で、右のアクセルの飯田選手。ここはね、本当に J1 の舞台でね、また頑張ってほしいなと思うし、武田選手に関しては多分初の J1 やと思うよね。間違ってたらごめんなさい。なので、今シーズンサンガにアクセントを加えて、連勝ガイドを突き進ませてくれた武田選手っていうところもあるので、J1 の舞台でもかなり期待してるし、キャプテンの松田天馬選手はね、来シーズンもサンガに残ってくれるということで、ここも良かったかなと思っております。じゃあちょっとサンガについてね、いろいろ話しすぎたっていうのもあるんで、他のチームで気になった移籍を話していきたいなと思うんですけれども、まあ、まずは横浜 FC ですね。なんと横浜 FC ね、12月31日に契約更新をバーってしてるんですけれども、外国人選手5人の契約更新を発表ということで、まあ夏移籍でやってきたサウロ・ミネイロ選手とか、ゴールキーパーのブローダーゼ選手で、フェリペ・ビゼウ選手、ここら辺が契約更新できたのは嬉しいことやと思うし、まあブローダーゼ選手は正直 J1 の後半戦でね、めちゃくちゃゴールストップしてたし、すごいキーパーやなっていう印象はすごくあった。でサウロ・ミネイロ選手とかフェリペ・ビゼウ選手は攻撃の面でね、かなりアクセントを加えてて、11試合っていう短い時間の中で4得点ずつ取ってるっていうところ、これはもっともっと日本のサッカーにフィットして、横浜 FC のサッカーにフィットしたら J2 で得点ランキングトップを狙えるような選手やと思うので、ここら辺はすごく注目かなと思っております。で、まあ横浜 FC 関連でいくと、三浦和義選手が鈴鹿ポイントゲッターズに移籍することがほぼほぼ合意ということで、まあまだ公式の発表はないものの、ニュースとかを見るともう鈴鹿に移籍が決定的なんじゃないかっていう感じやね。お兄さんがね、監督をしているクラブということで、そこら辺ちょっと試合の融通とかが効くのかわからへんけれども、 JFL でねスタメンの座を奪ってまたね試合に出る姿を見れるのか、ただ J3 じゃないからダゾーンとかで見れへんのはすごく悲しいことやけれども、関西圏に住んでる俺からすると、鈴鹿はギリ行ける距離っていうのもあるので、ちょっと試合を見に行ってみたいなっていう気持ちもありますね。次なんですけれども、次がサガン鳥栖ですね。サガン鳥栖もね、結構こう大きい移籍をガンガンしてて、まあ小山津選手が柏レイソルに移籍したっていうのはね、前回の話で言ってたんやけれども、あれがね公式での発表が来たということで、まあずっとずっと決定的って言われていた中で、なかなか発表がなかったけれども、12月29日に発表で、さらには岩崎選手がサガン鳥栖で、まあ期限付き移籍の期間延長ということで、来シーズンも岩崎選手が鳥栖に残るっていう感じにはなったし、セレッソ大阪の西川選手もレンタルでね、サガン鳥栖に行くっていうことが決まったので、ここら辺ね、また若くていい選手がね
トスには残ったなっていう感じやし、入ってきたなっていう感じ。で、さらにはさらには、鹿島アントラーズ、まあ、徳島ボルティスに期限付き移籍していた柿田選手が来シーズンはサガン鳥栖ということで、まあ、攻撃面でね、若くて勢いのある選手とか、J1 での経験もあって、きっちりとゴールを奪える選手っていうところを、レンタルでやけれども、取ってきてるあたり。まあ、出ていった分、きっちりと元取ってるなっていう感じやし、直近のね、1月2日に移籍が起きたんやけれども、堀米選手がね、ジェフユナイテッド千葉から完全移籍ということで、ここもね、すごくいいアタッカーを取ってきたなっていう感じなので、攻撃陣の選手がね、いろいろ出ていった中で、また新しい攻撃陣の選手を加えていったサガン鳥栖がどうなっていくのかっていうところにも注目やし、ただ、監督がね、確かパワハラ問題でまた取り上げられてたっていうのもあるから、そういうところもあって、多分いろんな選手が出ていったりしてたんじゃないかなっていう気持ちはあるんやけれども、まあ、鳥栖頑張って立て直してほしいなっていう感じやね。で、次気になったのが、やっぱり FC 岐阜やね。めちゃくちゃね、J1、J2、J3 でバラバラで話してるんやけれども、すごく気になった順で話していってるっていうところだけ加味してもらえたらなと思うんやけれども、まあ、年末年始動いたのは、岐阜やったんじゃないかなっていう感じで、やっぱりレノファ山口からヘニキ選手を取ってきたっていうところすごいなってなったし、またセンターバックのライン強い選手入れてきたなと思ってたら、12月31日にヴィッセル神戸を契約満了になっていたフォワード田中純也選手を完全移籍で獲得。さらには浦和レッズで天皇杯決勝でゴールを決めた宇賀神選手が FC 岐阜に加入ということで、なんかえぐい選手ばっか入ってきたなっていう感じだし、まあ強化部長がね山道さんになったっていう記事も見てたんやけれども、すごい有名どころの選手をガンガン取っていってて、今年の FC 岐阜にかける思いはすごいなっていう気持ちがあったね。で、あとはね、やっぱり鹿島アントラーズの鈴木優馬選手の獲得やね。まあシントトロイデンでね、かなり結果を残していた選手やねんけれども、まさかの日本に帰ってくるっていうところで、まあイタリアとかオランダとかいろんなところからね、移籍のオファーがあるんじゃないかっていう感じで獲得に興味を示していたんやけれども、鹿島アントラーズに帰ってきたということで、まあ帰ってきてどうなるのかっていうところ、 J リーグでね、またあの鈴木優真選手のプレーを見れるっていうのは嬉しいことやし、京都サンガもね対戦するんで、ここら辺ね注目になってくるかなと思います。まあでも今結構話したと思うんで、俺の気になる移籍は今のところこんな感じやったかなっていうのが感想かな。なんかいろいろね、契約更新の選手について話していったりしたら、もっともっとね話すことはいっぱいあるんやろうけれども、やっぱりいろんなチームに移籍していくっていうところをね焦点に当てて見ていきたいなと思っているんで、まあ年末年始ね、そこまでいろんなクラブが動いたっていうわけでもなかったし、その中でも唯一動いたクラブっていうところでね、ポンポンと名前を挙げさせてもらったっていう感じかな。まあ京都サンガは2週連続でねラジオでめちゃくちゃ取り上げられるくらい話ができているんで、まあ年明け以降の移籍っていうのは少なくなるんじゃないかなと思うんやけれども、まあサンガサポーターの俺的には話題をねどんどん提供してくれてるっていうのはすごく嬉しいし、これからもねサンガの動きには注目していきたいなと思っております。じゃあまあサンガ日が終わって、まあ4日か5日にこの動画はアップロードされてると思うんやけれども、忙しくなってきた中でこの動画を見てくださってありがとうございました。また来週以降もね移籍の動向とか、他にもねちょっとオフシーズンならではのお話とか、そういうところもやっていけたらなと思っているので、よかったら次の動画も見ていってください。じゃあ今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。